イさんありがとうございました。どうもどうも。ユガマイさんじゃ楽しいですよね、やっぱり歌って楽しいってなってきちゃって歌って楽しくなっちゃって困ったなと思ってます。最近なんかなんだかんだ言っちゃステージで1曲や2曲歌ってるしてるんですよね。もうジンちゃんに一曲さっき言われちゃったんですよ。ジンちゃんやってもいいかなって言ったら、味があっていいんじゃないかと早い話が下手くそだって言われてないですよね。今日もう一つ名言が出ましたね。何でしたっけ、味があっていいのと何だっけ、忘れちゃったね。なんちゃが言うか、個性的な、違う、柔軟性、柔軟性があるっていうね。まあこれはいい加減だってことを言っただけなんですけど、いい加減だってことはよく言うと柔軟性があるというね、まあそういう意味ですけど、一部最後